今年度に入ってサッカー日本代表、絶好調だぜ。そうね、今年度の国際試合の戦績を見ても、6月に行われたエルサルバドル戦以来負けなしの6連勝だものね。サッカー強豪国のドイツにも 4-1 で勝利したしな。今のサッカー日本代表は、歴代最強との声も上がってるくらいだぜ。海外でも活躍している日本選手もどんどん増えてきているし、もっともっと上を目指してほしいわね。そうだな、しかし日本が絶好調の中、中国代表はなかなか結果が残せず、悩んでいるようだぜ。そうなのね。先日行われたパリ五輪女子アジア2次予選での中国対北朝鮮の試合でも、中国は敗北を喫してしまったな。そうね。終盤までは同点で進んでいたけど、76分に逆転を許してしまって、そのまま負けちゃったわね。僅差の試合だっただけに、相当悔しかったと思うわ。その影響もあって、最近、中国メディアやファンの間で、日中サッカーの比較論が盛んに行われているらしいんだ。へえ、そうなのね。やっぱりファンからしたら自国の代表チームには強くなってほしいもんよね。ああ、そうだな、今回は日本と中国のサッカーに関する比較論について触れていくぜ。そういえば、中国のサッカーについて、詳しく知らないわ。ぜひ聞きたいわね。それじゃあ早速行くぜ。現在、サッカー日本代表が怒涛の快進撃を続ける中、中国のとあるメディアは、なぜ、中国は国際舞台でヨーロッパやアメリカ、同じ東アジアの日本にさえいつも負けてしまうのか、何が問題なのか、我々には本当にサッカーの DNA がないのだろうか、と、記事内で問題提起をしたんだ。なぜ負けるのか？単純に実力が足りないのもあるとは思うけど、他の要因も多そうよね。シンプルな問題の割にかなり難しいわね。遺伝子も関係すると思うけど、原因はそれだけじゃないよね。実力や戦術、体格や国柄など考え出したらキリがなさそうね。確かにな。どうやら中国も遺伝子の問題だけではないのはわかっているようだぜ。要因はいろいろあるが、その記事では、アジア人とアフリカ人、ヨーロッパ人との間には、体力や柔軟性に違いがあるのは事実だが、それは単に遺伝子の問題だけでなく、食生活やトレーニング方法も不可欠な要素だ。ただ、この点だけで、中国人はサッカーに向いていない、と結論つけることはできない。昨年のカタール、ワールドカップを振り返ると、日本は強豪ドイツを破り、東アジアの国でも世界トップクラスの国と渡り合えることを証明した。と述べていたんだ。確かに、去年のワールドカップで日本は、過去に勝てないんじゃないかと言われてきたドイツ、スペインを破ったわよね。アジア勢でもヨーロッパの強豪国に勝てることを見事証明したんだぜ。さらにその記事では、同じアジア勢である日本や韓国のサッカーについても触れられていて。プロ化初期には欧州サッカーを模倣する努力はあったものの、基礎の強化はおろそかだった。強固な基盤はトップリーグの鍵であり、日本や韓国は非常にうまくやっている。明確なプラン、そしてユースからトップリーグまでの継続的な投資により、完全な育成システムを徐々に構築してきた。日本と韓国がその道の違いこそあるが、日本が力を入れている青少年育成システムや韓国の革新的な選手育成の考え方など、両国の成功は我々に貴重なインスピレーションを与えてくれている。深く学び、考える必要がある。と、見解を示しているんだ。他のアジア勢の国のサッカーや自国のサッカーについて比較して、しっかり分析してるのね。さらに中国のサッカーについて、日本のサッカーファンは、日本サッカーはよくやっている。日本にさえと言われる筋合いはないが、中国は儒教の国で、年功序列が強く、世代交代が進まないことが中国サッカーの弊害となっていると聞いたことがある。本腰を入れれば人口が多いので強くなるはず。アジアを盛り上げるためにも頑張ってほしい。日本にさえ負ける、上から目線でこんなこと言ってるからだと思います。今まで経済面でも日本や他国に助けてもらって今の中国があるのに、経済的な力持った途端にこの態度ですからね。お金だけに頼って人としての道徳精神やスポーツマンシップを学ばなかった影響です。自分さえ良ければいいと考える国民性にチームスポーツは向かないと思いますよ。サッカーは本来自由で楽しいスポーツです。選手一人一人が自由な発想で意表をつくようなプレーが相手を戸惑わせ、チームとして機能し得点できるのです。サッカーを型にはめ、国策競技に位置づけ勝利することを義務付けられているようでは、ヨーロッパや日本には当分勝てないと思います。
才能のある人間を集め徹底的に鍛え、競争させ、どんどん脱落させて最後に残るものを代表選手にする。この方式の選手育成により個人競技では世界ナンバー1も輩出できるが、この方式で団体競技のレベルアップを図るのは難しいのでは？個人競技による団体戦、卓球、体操等々でも結果は出せるが、チームプレーが求められる競技、サッカー、野球、バスケ、バレーなどは個人技だけでは難しい。もしリフティングの世界大会があったら中国からチャンピオンが出てくる可能性はあるのではないでしょうか。といったコメントが寄せられてきたぜ。やっぱり DNA 以外の原因も指摘されてるわね。むしろ DNA 以外の要因の方が多いわ。確かにな。さらに中国の別のメディアでも日本と中国のサッカーに関する差について報道されているぜ。そのメディアによると、一部のプレイヤーが個人的な経験に基づいて中国と日本のサッカーにおける最も大きな差について不満を述べた。日本人は全員30分前に到着したが、中国のチームはすでにハーフタイムを終えても全員がまだ到着していなかった。このなるさは深刻だと中国代表の実情を挙げて見解を示しているぜ。いくらなんでもルーズすぎないかしら。こういう試合以外の態度や姿勢が実力にも如実に現れてるわね。確かにな。欧州や南米の強豪国でも時間にルーズな国は確かにある。しかし国際試合など重要な行事やイベントには時間をきっちり守るといったしっかりメリハリをつけた行動をしているぜ。記事でも中国の切り替えが効かない意識の低さが強化が進まない背景の一因なのかもしれないと危惧しているぜ。間違いないわね。国の代表として戦う者の姿としては頼りないわよね。この現状に驚きを隠せないファンもいるようで。何千年もそういう生活習慣だったのでしょうか。でもプロの世界でもそうなのに驚かされました。普通プロ意識あるなら変えるのでは。よほど緩い世界でのんびりたくさんお金いただいてプレイしてるのでしょうね。その習慣はサッカーに限らずでしょう。何千年の蓄積の結果それで問題なく良かったのだから、これからもそれで良いのでは。そんなことを急に強制するとただでさえ低いパフォーマンスが余計に出ないよ。え？日中の違いっていうか、ちょっと何を言ってるかわからない。サッカーだとしたら草試合ですら1時間前に集まってアップするのが当然だし、試合開始後に来たって試合に出場できないし、一体どのレベルの何の話をしてんのか。ルーズとか緩いとかではないと思います。責任感の欠如です。そんな選手を代表に選ぶこと自体ありえない。日本のプロスポーツは精神、ファンサービス、厳格な模範ってのが裏にある。なんか中国人って偉くなると汚職、賄賂、成り上がりというイメージ。往年の香港スターブルースリーとかジャッキーチェンは日本人も真似する異厳格で清潔感じあり腰が低い。プロ意識が違うんだと思う。といったプロ意識の低さや責任感のなさを指摘するコメントが多かったぜ。確かに大事な試合に平気で遅れてくるような姿見たらお世辞にも意識が高いとは言えないわね。しかしコメントの中には、長年世界のトップに君臨している卓球チームはどうなの？卓球チームに聞いてみなよ。母国にある大いなるヒントだと思うよ。種目は異なっても大いに参考にできることがあると思うよ。のような代表チームのレベルアップを願うようなコメントもあるぜ。温かい言葉ね。こういう意見を受けてこれからのサッカー中国代表がどう変わっていくかしっかり見ていかなくちゃね。そうだな。これからのアジア勢のサッカーがどうレベルアップしていくか楽しみだぜ。というわけで今回の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。次回の動画もお楽しみに。やっぱり日本がナンバーワン。